不調してんのかボサッとしてんのかどっちかにしろよ。1、2、3、ラッ。おはようございます。崖土手長島です。今日は4月10日、日光ドリフトビクトリー第1戦なんですが、長島、黒沢、倉持3人とも今回欠場でございます。で、ね、今日1人なんかいきなり出るとか言い始めた崖土手メンツが1人いまして、誰かというとこいつです。こいつ、吉田亮慶。今まであんま走れずに崖土手動画の撮影とかいろいろやってくれてたやつなんですけど、半年ぐらいドリフトしてないのか。まあ半年以上ぐらいです。以上はしてないよね、はい、なのに大会に突然出ちゃう。何を考えてるんだ。バカかと。そうですね。まあ勢いと乗りってやつですね。はい、この通り、いきなり何も考えずに出始めたやつです。果たしてこいつが今日ね、どういう走りでどういう戦いを見せてくれるのか、あんま期待してないけどね。期待してないけどね。大丈夫です、大丈夫です。まあとりあえず痛い目見てもらいましょうということで、というわけで彼の活躍ご覧ください。どうぞ。逆にってこと？はい、要はアクチュエーターとか抜けてんな。パパ外して。これ見たことか。緊張はしてないですけど、ちゃんと1コーナーから最終コーナーまでちゃんとドリフトできるかが不安です。吉田はちょっと元気がなかった。2本目
目でなんとか挽回してほしいんですけど、あれだけ走れないって自分だよ。2個の長さだった。2個隣じゃね。